オでやらせてもらってるんですけど、うん、やっぱり3人もおったら賑やかやし、ちょっとどっか行きたいよな、うん、あ遠足行きたい。私も遠足行きたいです。じゃあおやつは300円までで。はい、そう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 。あ、私たち、あの、じゃあまーちゃん、人参はおやつに入りますか、うん、あ、それは野菜やな。はい、先生先生、わたがしおやつに入りますか。あ、それはオッケー。先生、じゃがいもはおやつに入りますか。それも野菜やな。先生、わたがしおやつに入りますか。2回目な。先生、はい、まあ、牛すじはおやつに入りますか。それは肉やな。何言ってんのあんた、そっから。もしかしてそれでカレー作るつもりやろ。肉じゃがでした。どっちでもええわ。先生、何、わたがしおやつに入りますか。3回目おやつ入るってば。二人とも何やってんのさっきから。先生、チーズはおやつに入りますか。まあ入らんかな。いや、トムチーズ。いや、それわかんねん。トムチーズ、あんたもやらんでええねん。トムチーズガッシー。ちょっと、もうあんたら何やってんの。ちょっと遠足行きたいんじゃないの。なんかさ、ほらバス乗ってさ、みんな楽しいやん。歌とか歌ったりしてさ。うわ、富士山や。もう富士山に行くことにして。じゃあちょっと歌を歌おうや。やったー。いや、そうそう、盛り上がってイエーイ。じゃあ私歌いまーす。どうぞどうぞ。古い池や買わず飛び込む水の音。いや、松尾芭蕉俳句かい。俳句って何ですか。いや、もうあんたわからんねえねんって。もっと盛り上がる歌あるやん。先生、もう富士山着きましたよ。天下早やな。歌は、じゃあお弁当食べよっか。はい、お腹ペッコリーヌ。遠足行きたいって言ったら2人やで。もっと遠足気分味わわな、せっかくやのに。ジョーちゃん、もう十分楽しかったよな。あれ、え、めっちゃ機嫌悪なってるやん。ジョーちゃん、じゃあこれあげるわ。はい。あー、わたがし先生、これはおやつに入るってば。もうもうやわ。ありがとうございました。